今度は折り紙を韓国起源か。折り紙を韓国文化と知って海外へ宣伝。許しがたい文化泥棒。技術も原料もなかったのに、大韓民国の折り紙文化のグローバル化フェスティバル開催。紙文化財団がフィリピンに韓国折り紙文化を伝播する。財団は、来る4月8日から5日間、フィリピン西部のいろいろ市 C&C ランゲージセンターで、現職教員100人を韓国折り紙講師として養成し、韓国の折り紙作品を展示するなど、大韓民国の折り紙文化のグローバル化フェスティバルのイベントを開催すると31日明らかにした。いろいろ市教育委員会との共同主催する今回の行事は、韓国戦争参戦有志の家族への感謝イベントの一環である Thank you from Korea 助け合いスクール。現地の教師と韓国国際協力団の乗組員など120人の折り紙講師養成。韓国戦争参戦有志の家族の子ども10人と韓国の子ども代表が参加する子どもの折り紙マスターズ教室。折り紙作品展示会。世界平和の起源は初号の紙飛行機飛ばしなどが行われる。フィリピン退役軍人のための感謝の記念メダルを贈呈し、国立墓地に眠る戦没将兵を参拝する時間も設けている。財団はいろいろ市教育委員会と紙文化を通じ、両国の文化芸術教育協力の増進、紙文化芸術教育プログラムの共同開発運営などに関する業務協約を締結する。またノースウェスタンリサヤ大学との交流も協力を約束する業務協約を結ぶ。ノヨンヘ理事長は、テコンドーの海外成功事例のように、大韓民国の折り紙文化が、フィリピンでは、新しい韓流の中心軸がされ、韓国の文化や産業に対する好感と、肯定的イメージを植え付けることによって、国家ブランドを高めることに、貢献するだろう、と期待した。